激しのワールついに来週ですね。ねえ、そうだね、あっという間だよ本当に。あっという間、これはこっちでいいのか。ということでね、今日最終稽古だったんですけれども、いやーなんかあっという間に終わっちゃって、なんか大丈夫かなっていう感覚大丈夫私本当にってなってる。あら、リヤマさん虹ありがとうございます。最終稽古お疲れ様でした、ってありがとうございます。本当に私は家計簿をつけるよ。なんかねちょっとね使いすぎちゃってるかなとか思いつつ、頑張りたいところです。わかる、もう年度が変わっちゃうよ、やばいよね、私もびっくりしてる。あら、つのまよさん虹ありがとう、初日が楽しみです、だって嬉しい、ありがとうね。もうねもうね本当にねって感じよ本当にね、眠たいね、なんか眠った。おお、来た来た来た、はいはいはい、この前行ってたベーグル屋さんにも行ってみた。ぜひ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 ですよ、行ってみてください、この機会に、マジでいいタイミングだと思うよ。わあ、そして私はたまりにたまった家計簿を今からつけていくよ。ああ、何かこうおろそかになっちゃうんだよね。で今日は家計簿配信です明日4時半起き？うわー、それは寝てください、それは寝てくださいよ、寝て本当に
きながら書きながら配信ならいい ASMR になりそう。おやすみなさい。おやすみなさい。書けばアプリじゃなくてノートとかに書いてるの。そう、ノート派なんですよね。なんかね、アプリで一時期やってたんですけど、ちょっとね無理だった。朗読劇の方も楽しみにしてます。ありがとうね。ありがとう。朗読劇もね、頑張りますよ。ちょっと待って、携帯。自分も帳簿ノート派です。おー、一緒だ一緒だね。マミさんのプロレスデビュー見てきました。今日プロレスですぐエリスナワールセリフ飛ばないかな。大丈夫だよ多分。マミさんの演技かっこいいんだよね。なんか来週から毎週お目にかかれるの楽しみです。やったねー、それは嬉しいね。ありがとうありがとう。535姫結婚発表ね。姫結婚発表しましたね。おめでたいですよ。本当におめでとうございます。新章のチケット半分しか当たらんかった。マジで？マジ？そっか、当落あったもんね。確定申告が終わってほっとしたね。よかったね、ほっとした。何より何より。湯本さん、プロレスって解説じゃなくて出る方だったの？出る方だったらしいよ。こんばんは。すごい。こんばんは。エリス7日の日、行けそう。ほんと？嬉しい。18日の夜、落選した。あら。あらあら。新章当たりました。めっちゃ楽しみだ。ありがとうね。それはめっちゃ嬉しいよ。
そう、この間さ、この間ようやく見つけたんです私、ウォンジョンヨのパック、四角いパックがあるんですけど、ようやく見つけまして、もうめちゃくちゃ嬉しいです私。本当に本当に最高です。嬉しすぎる。無事支払いますませだ。最終稽古つです。お隣さんと仲良くなったようで感謝です。うん、感謝です。本当にこちらこそ。ねえ、本当に。で、何の話したっけ？あ、そうだ。あったの。みんなにさ、ずっとさ、ウォンジョンヨの四角いパック見つけたらちょっと言ってって言ってたじゃん。ありました。なんか2つ残ってて、ウォンジョンヨのやつって個数制限あるんですよ。購入制限3つまでって書いてあったから、すぐさまカゴに入れましたね。もうあれがないとね、ダメなんです私、本当に。あれがないとダメなんです。新章初日にしか当たらなかった。一般販売みたいなないの？こんばんは。イリスでは近なそう。アミさん、サヤリン、誰を応援するか迷う。誰でもいいんじゃない？一般をこれから、そうだよね、これから一般だよね。そしたらそれでトライだ、みんな。私も買ったんだ。私がね、私のお気に入りの下地があるんですよ。クレドポーボーテっていうやつのボレクチュール N だったかなの下地があるんですけど、それがさ、よくてさ、リピ買いです。リピ買いするってなかなかないんですけど、私リピ買いしちゃいました。入金忘れで S 席が空きますようだって。チカナサバースデーのチェキと舞台白豚貴族の DVD 届きました。あー、おめでとう。チェキね、ね、白ひよのやつ、私メイド役やらせていただいたんですけど、ね、事前予約してくださった方にはもう届き始めてるようで嬉しいね、嬉しいね。新章はとりあえず初日と千秋楽の日を撮れました。おー、
嬉しいね。特典写真付きのやつ来ました。お、本当？それは良かった。それは良かった。洗濯機が切れたからもうちょっとしたら終わりにするかな。眠たい。私はね、喉乾いてるの。そしてさ、急にさあったかくなったじゃん。もう衣替えしていいよね。今日は洗濯物がすぐに乾いた。ああ、いいね。うん、衣替えしようと思って。衣替え、衣替え絶対まだ早い。本当？絶対どこかで寒くなる。いや、あのね、ちゃんとね、え、寒いかな。裏肝のやつはもうしまっちゃおうと思ってるんだけど、でダウンはクリーニングに出そうと思ってて、コートはまだ出さないで置いとこうかなって思ってるんだけど、早い？早い？半袖とかを出すってことじゃないよ。早いかな？激寒かな？早い？一応コートはまだ残しとこうと思ってて、厚手のニットとかはしまっちゃおうと思ってるんだけど、早いかな。裏肝のパーカーはもういいかなって思ってんだけど、減らすのはありだよね。全部なくすってわけじゃなくて、薄いさ、薄い何ニットっていうのとかはそのまんままだ置いとこうとは思ってて、裏肝のやつとか分厚めのニットはもう片付けようと思ってるんだけど、厚手のカーディガンとかあるんだよね。さてね、分厚い系はもういいよね。分厚い系はいいし、でもさ、模様替え、じゃあ模様替えじゃない、衣替えをしようと思ってさ、服をババババババって出したんだけどさ、ね、明日もちょっとお仕事というか別のところ行かなくちゃいけないし、で本番入るからさ、この山積みにしたものはいつい つ, いつ片付けようかってなってるんだけど、やばいよ、助けて。
ね、今日あったかかったよね。いや、厚手のものは全部しまっちゃおう。コートはまだ出さないし、だけどダウンはクリーニングで出そうと思ってるから、よし、オッケー。アサルタのビジュはまだだよね、アサルタのビジュはまだだよねって、な、何？アサルタのビジュはもう撮りましたよ私。あのチャームとのさ、あれ載せてないっけ写真。あれ私載せてなかった？載せたつもりだったんだけどな。あれ載せてなかった？舞台アサルとリリー新章。載せてなかったかな。あー、ただあれだ、先生からセイラちゃんのドールをいただきまし、ドールをいただきましたってやつを載せたから、それでもう載せたつもりになってたんだよ。まあそのね、もらった時に撮影してたってことですよはい、そうだ、まだ載せてなかったね。っていう感じですね。はい、まあこのねドールをいただける、いただけたってことはその時に撮影したっていうね。そうじゃないと、だってドールは、ドールはあの新章の時、新章の第一弾の時に販売してたものだから、ね、そっからなんで、辻褄的にそんな感じになりますね。あれ少々待ちを。まああのイリス終わって、リリス朗読劇とリリスクが終わってとかかな、多分順番的にかな。なんかあんまりさ早く開けすぎるとさごちゃごちゃしちゃうかなとか思って、るんですけど、早く欲しいってこと？早く欲しいよっていう人、みんなっていう人ってちょっとごめん、頭回ってない。早くくれってなってる？4月になりました、今月もよろしくお願いします、お願いします。それ毎回言ってる？もしかしてお願いね、よろしく。こんばんは。そのうち公式に上がるんじゃないかと思ってるなるほどね、なるほどね。でもまあファンクラブにはあげようかな、最初にね。あー眠い、ダメだ、もう終わりにするわ。あー他のリリーが上がってたんでそろそろ来るのかなと。あーなるほどね。あーね、だいぶ前に撮ってますね、だいぶ前に撮影は終わってるんですよ私。はい、
させていただきました。楽しみでございます。頑張るぞ。まずはイリスノワール。まずはイリスノワールです。頑張ります。はい、ということで4月発表されてないけど開けといてって日ありますか。まあ今日どっかのタイミングで多分発表になると思うんで、それをちょっとお待ちください。今日情報解禁になるものがあるので、そうすれば今月開けてほしいところがわかります。よろしくお願いします。はいはい、ということで、13位黒西さん、13位黒西さん、12位カブさん、12位カブさん、11位ペンギンさん、11位ペンギンさん、10位もち猫さん、10位もち猫さん、9位猫丸さん、9位猫丸さん、8位アメちゃん、8位アメちゃん、7位ナリスタさん、7位ナリスタさん、6位ウエストライフさん、6位ウエストライフさん、5位グッピーさん、5位グッピーさん、4位リナオさん、4位リナオさん、3位ツトムさん、3位ツトムさん、2位ディーエマさん、2位ディーエマさん、1位ツナマヨさん、1位ツナマヨさん、ありがとうございます。てな感じで終わりにするぞよするぞよ。ありがとねみんな、4月もよろしくね。4月いっぱいだね。4月いっぱいありますよ本当に。4月いっぱいあるから、あ、リナーさんありがとう、ありがとう、はい、ということでおやすみ。